元はかりごと原人は、中華人民共和国雲南省所有遺族自治州、元はかりごと県で発見された中国最古の人類とも言われている。1965年5月に、雲南省北部の険しい山の中にある、元はかりごと県道上号上名棒村の西北にある、小高い丘の上で日本の人の上学門史が発見された。 1973年に歯が見つかった近くの地層で7つの石英の石器と動物化石と炭化した火の使用の痕跡が発見された。1976年7月25日にこれらの化石は古事記測定によりおよそ170万年前とされた。しかしながらこの化石が今からおよそ50万から60万年前とする学者もいる。歯の化石は その理面の形状からアフリカからアジアに進出したホモエレクトスだと考えられている。北京原人よりも古い形状の歯でもある。発見された石器はその後の研究によって歯の化石と同年代のスクレーパーであることが分かった。また、発見された動物は歯の化石と同年代のもので、そのほとんどが絶滅していることが分かった。これは、 元はかりごと現人も同様であり、彼らは子孫を残さずに絶滅した系統で、現在の中国人はじめ東アジアの人間の祖先ではないと思われる。2005年、雲南省文物考古研究所の調査隊は、雲南省南部の山地にある林宗市、宗源の和族自治県、小鎮の農活衝動で石器を発見した。これらの石器は、旧石器時代早期のもので、 元はかりごと原人が170万年前に生息していた可能性が高くなった。だとすれば、農活衝動で発見された石器は、元はかりごと原人と同じ年代に、雲南省南部の山地で生息していた原人が作った石器である可能性が高い。見つかった地層は、昔より地元住民が流骨という漢方薬として化石を発掘していた。石器は、 加工岩や玄武岩のスクレーパーや斧だった。石器の大きさは金々10センチ程度で、形状は間原人のものに似ている。ありがとうございます。